どうも。どうも。はい、教えてマッサンでございます。はい、いきなり始まるから気をつけてください。いきなり始まりましたという。気をつけてください。ついてこないとちゃんとついてない。はい、ついてきてください。今日28回目になります。はい、個人戦術編としては、これ何個目だ？7個目ですね、7個目。はい。個人戦術、もうずっと言ってますけど、もう何回も、親しみが出るまで言い続けますけど、これもマッサン、ね、メソッド的に辞書になるように、この個人戦術をどのような時に利用して、どのような効果があるのかっていうことを、メソッドに沿っていろいろと、皆さんと掘り探ろうというコーナーでございます。何度も言いますけど、関連サイトの方にはですね、その一覧表とかっていうのが準備してありますので、そちらを見ながら掘り探っていただくといいかなと思います。最終的にはここで補足したことをつけた、完成版みたいなリストはまたどっかで公開はしたいと思うんですけど、まずはそのどんなものがあるかっていう意味ではですね、一覧を公開してますので、そちらを見ながらこちらの方参考にしていただければと思います。はい、じゃあ早速ですけど、28回目の今回ですね、個人戦術どんなものかっていうと、デス・ドブラミエントと言います。デス・ドブラミエント、長い。デス・ドブラミエント、はい。で、こちらの、パターンについてですけど、要はどんなものか、どんな状況で使うのか、何をするのか、その結果どうなるのかっていうのを教えてもらって深掘りたいと思います。はい、それでは教えてマッサン。デス・ドブラミエントとは、要はどのような戦術パターンなのでしょうか。デス・ドブラミエントは、簡単に言うと、埋める、はい、埋めるスペース、開けたスペースを埋めるっていうこともあるし、空いて、その潜在的にというか、もともと空いているスペースを埋めるっていう意味もあります。どんな状況で、活用するか、というと、ボールを持っていない人、持っていない時に、さっきも言ったけど、仲間が作ったスペースを、埋める、使うというか、使う時は、時になります。で、具体的に何をするか、そのまま言っちゃいます。そのスペースを埋める。はい、空いたところを使うとかね、そういうことですね。はい。はい、その結果、パスをその選手はもらえる。もしくはもらわないこともある。もらわずに違う、それが、おとりになって、引きつけたりとか、そう。っていうことです。はい。デス・ドブラミエント。はい。埋める。これも、スペイン語で言うとちょっと仰々しいんですけど、埋めるっていう、前回のそのデスカルガと同じで開くとか、その前のコルテ抜けるもそうですけど、基本的なこう、ね、そのポジション、自分のこの、なんですかね、ゲームを作る駆け引きの中での動きの一つってことでね、これも埋めるっていうことで。けど、結構難しくないですか、これ。いなくなったところをポンと、また使って入るとか。難しい状況というか、やっぱ伝え方だよね。伝え方で、ちょっとずつ分かるように伝えていけば、多分そんな難しいことじゃないかな。空いているところを埋めるっていうだけだったりするんで、ただそこに、実際そのシチュエーションになって何回もそのアクションを親しんでいけば、使いどころとか、それが実際出てくる場面っていうのはすぐイメージできたり、実際アクションできるものだよね。今僕とかが全然個人戦術をよく知らないのに想像するから難しいだけの話。僕は実際フットサルでそのデス・ドブラミエントっていう言葉、現場とかでそんなにこれも聞いたことはなくて、サッカーから来てる言葉だと思う。でそれを取り込んで、僕が読んだその本とかに入ってたと思うんだけど、フットサルで言うとそのコルテ、抜けた後にそのスペースを埋めるっていう意味で、
2つある程度セットにして伝えることができれば、そんな難しくない、分かりやすいかなと思う。まあ、前回見てたその ローテーションとか、うん、そういう中でもよく出てきます。なんか、うんうんうん、あのサイドでこうボール受けた人がまた斜め走ってたところ次の人が使って、うんうんうん、どん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 回りながら前の人の使ってとか、うんうんうん、そういうのも特にこの指したりしてるんですよね、この。そう、まあ、前回見てたその位置に関するやつかな、その質っていうか、その選手の能力をすごい高めるものでは、まあ、正直ないかもしれないけど、まあ、その動きの種類を知っておいたり、うん、意味を知っておくことだったりで、その移動を監督は伝えると今度なんかその選手の能力が、まあ、なんか思うと上がっていくんだよね、うん、だから変な話、ローテーションをちょっと機械的でもいいから教えてみると、今度じゃあローテーションの時に、あ、この時にはここ見たりしないといけないんだっていうのを、指導監督が伝えていくことになるじゃないですか、うん、ってことは、あの見る場所が、あ、今はあそこ見なかったとか、まあ、頭の中のトレーニングがすごくなってるから、まあ、視野が変わったり、状況を見る感覚が変わるわけですよね。それを利用したドリブルとかもしだすし、パスも変化加えてきたりとかもするから、あのなんだね、いや、技術を高めないといけないっていう、まあ、意味言ってる指導者もいて、その意味もすごく理解できてる中で、やっぱそのプラスやっぱり動きとかを加えてやっていくと、その技術はより多分その選手にとって生きるものになったり、うん、学びやすいものになったりすると思うから。けどすごく分かりやすいです。なんかあの実はあのこれあのパターン、メソッドっていうのをパターンにある程度はめて紹介してるんですけど、このどんな状況で活用するかっていうところで毎回よく出てくるんですけど、この個人戦術で多いのがボールを持っていない時なんで、結局はそのさっき言ったテクニック的なものでボールオンザボールっていうかね、そのボールがある時のボールの中でのテクニック以外の、そのボール持ってない時だから変だし、脇役かのような動きが実はすごく後々を引いてくるぐらい重要な、このボール持ってない時の動きっていうのがここの個人戦術が多くて、だから地味に見えるんだけど、実はこれらをすごく意識できるっていうと、すごくポテンシャルの高いアクションができるようになるってことを指してるわけだから、本当にちょっとホットな話でいくと、この前スペイン行った時に、あの僕がすごくお世話になった人と、まあ、渡辺健さんっていうんだけど、話をした時に、やっぱあの人はもうフットサル1回レベル3っていうその最高位まで取って、その後サッカーも取って、今レベル1っていうのを取ったんだけど、すごいすごい、あの人はが言ってたのは、フットサルとサッカーの個人戦術の定義がちょっと違って、うん、で、サッカーだと個人戦術はもうボールを持っていない2人目の人のことを個人戦術って言って、今も本当に言った通り、ボールがない人のことにが個人戦術っていうらしくて、もうボールを持っている中でのフェイントとか、あっち向いてこっち行って方向変えるとか、そういうのはもう技術に一応入れてる、サッカーだとテクニックの方、スペインのサッカーだと入れてるみたいで、なんか最初すごく戸惑ったっつって、フットサルだと別にそこは確かあの両方個人戦術に入って、技術って言ったらもっと細かいインサイドはこれとか、足の角度どうするのとか、その辺がフットサルの技術の講義だったから、そうです。ここの面実はあのだいぶ前の時にも言いましたけど、実際はそのサッカーにしてもフットサルにしても、まあ、フットサルはもう少しボール触る時間数って増えると思うので、実は、ね、こう触ってない時間の方が割合的に言ったら格段に、まあ、多くて、だからそういう時の動きっていうのが実はすごく大事だから、あのイメージしたり、さっき言ったね、これを分かることで見える世界が変わってきたりする。いや本当にそうだ、うん、そういうのをトレーニングの中で取り入れることで全然チーム力とか、あとオートメーションですね、うん、あのそういったところに後々全然響いてくるわけですよね、はい。じゃあ、ですね、そろそろお時間になりましたので、今回は、ここまでにしたいと思います。はい、教えてマスターですね、本日の個人戦術パターンは、デス・ドブラミエントについてでした。
はい、デス・ドブラミエントとは埋めるですね、スペースを埋める使う動きということで、まあ、オートメーションとかそのローテーションの中の一つのオフ・ザ・ボールですね、ボールを持ってない時の動きですよということで、こちらを意識して皆さんもいろいろアクションとかですね、日頃のトレーニングを意識してみるといいんじゃないかなと思います。はい、それでは次回の教えてマッサンもですね、また深く個人戦術編掘り下げていきたいと思いますので、はい、お見逃しなく、はい、アッサルエド歩いていくんだ僕ら。